はい、皆さんこんにちは、今回は何に関してね、お伝えさせていただきたいかというと、番組ご視聴いただいている方から質問がありまして、その件で、今回動画としてさせていただきたいと思います。何かっていうと、質問いただいた内容でね、アキラさんはクリスマスはどこでお過ごしされるのでしょうかということでいただきました。その中でね、どこでっていうとですね、今考えて日程を練ってたんですけど、この後今宮城の仙台にいます。そして仙台から宮城回って、その後山形米沢に行って、そこから福島入りします。福島から新潟、富山という感じで、日程を練ってたんだけど、富山で迎えることになりそうですね。クリスマスイブ、クリスマスということで24、25にしてね。自分としてはね、正直な話、クリスマスとかいうのはキリスト教徒でもないし、日本人ですから、そんな祝うってこと自体が、子供の時はそういういわゆる行事みたいな感じでね、なってるってあったからあれなんだけど、本当はちょっとおかしいんじゃないかなって正直思うところなんです。それはさておきね、一応行事としてね、バレンタインなんかもそうだし、ハロウィンなんかも最近行事化しちゃってますけど、一応行事としてですね、あれなんだけど、で、富山で過ごす予定です。で、実際前伝えしてなかったんだけど、北海道、東北と来てね、いろんな方と出会いがあったんです。その中で岩手で出会った女性がいて、その女性と一緒に過ごすことにしました。ということでね、これでお伝えしてもいいのかなと思ったんだけど、お伝えしない方がいいのかなって正直思ったんだけど、岩手でとある女性ね、一人で回ってますから、その中でね、いろんな方と知り合うことがあるんです。もちろんこのご時世ですからね、極力俺がこう親密にならないように話をしないようにしてるんだけど、その中でも結構仲良くなる方が、いらっしゃって、その中で岩手で出会った女性ということでね、その方と一緒に過ごす予定です。ということでね、24、25ということで、今日が何でした、今日が9日、8日か、8日ですよね。だからあとどのくらいだ、2週間ちょっとですよね。ということでね、あとちょっとだなって感じがします。はい、というのが冗談です。富山で一応過ごすことは言ってるんだけど、一応一人で過ごす予定です。はい、一応ね、北海道東北回っても早3ヶ月経ちます。で、前さ言った通り、このご時世ですから、例えば一人旅の女性って結構いるんですよ。だからこちらから声かけてね、仲良くなってもいいかなと思ってるんだけど、このご時世だからね、あんまり親密にならない方がいいかなと思ってね、この新型コロナがなければね、ある程度自分独身で妻子がいない身ですから、女性にと仲良くなるって別にいいと思ってるので、これがなければね、ちょっと一人旅と女性がいたらちょっと話しかけて仲良くなったりするかなって思うんだけど、あえてやっぱりここのご時世ですからならない。それでもね、一応北海道、東北と来て、何やかんやで結構仲良くなった方は、女性の方では何人かいらっしゃるんですね。現地でとか、もしは知り合いを通じて、紹介していただいた女性とかね、結構いるんです。だから全く出会いはないわけないけどね。その中で、まだこう一人でこう回って、一人でいますけどね、で、回ってということで、これからまた、さっき言ったような通りですね、宮城県回って、あと米沢、山形米沢、福島、新潟、富山と行って、富山で24、25という過ごす予定ですね。はい、年末年始は一応静岡県に戻る予定、地元にね、戻ってって感じで、年始に茨城、福島、いわきとかね、で、仙台で車を返す感じなんで、またこの仙台って来月戻ってくる感じなんだけどね。ということで、お伝えさせていただきました。皆さんはね、クリスマスはどのようにお過ごしでしょうか。ただ冒頭でも説明させていただいた通り、我々は日本人ですからね、キリスト教の行事なので、キリスト教徒でもない日本人が、言われたらちょっとおかしいんじゃないかなって正直ハロウィンに関しては思うんだけど、それはさておきね、あとは年を取るとね、そんなクリスマスってどうでもいいじゃんと思うのが必要なんですよ。なんだけど、とにかく一人寂しくということで、クリスマス生配信なんかやったら、みんな来るのかな、ちょっとそれね、どうなのかなって。彼氏彼女とかね、結婚されてる方だったら来ていただけるかもしれない。彼氏彼女とかいる方だったらなかなかね、来ないかなって感じがする。もしくはこんな時にクリスマスイブの時にクリスマスの時にやってるってのは、もしね、独身の方だったら彼氏彼女いないじゃんって思われちゃうかもしれないから、会えてこない方もいらっしゃるかもしれないんだけど、そういったところもちょっと今考えてますね。クリスマスに生配信なんていうのね、寂しくっていう感じね。ということでね、また、今週末にまたね、米沢あたりで、今週末金土日、金曜か土曜かな、どっちかで、ね、生配信させていただきたいと思ってますので、楽しみにしていただければ、お時間ある方は来ていただければと思います。